こんにちは、速稼塾の久保です。過去に金融事故を起こしてクレジットカードが作れない方の救いの手っていうのがデビットカードってものになりますよね。デビットカードはカードの中にチャージしていたお金の金額によって、クレジットカードみたいに支払いができるというね、非常にお手軽のもので、携帯電話の引き落としとかにも使えるんで、クレジットカードが作れない方にとってはこのデビットカードっていうのがね、ものすごくいいカードってことになります。しかも審査も緩いんでほとんどの方通りますしね。で、今回お知らせするのはそれをバーチャルカードといって、スマホの中に作るクレジットカードじゃなくてデビットカードですか、それによって利用できるよって話です。銘柄は JCB 一択なんですけども、みんなの銀行っていうのがあるんですよ。みんなの銀行っていうアプリを Apple Store とかね、 Android の Google Play からダウンロードしていただいて、そしてずっと出てますよね、これ紹介コードっていうのをプロフィール欄に入れていただく。そしてやっぱり銀行のアプリっていうこともありますんで、免許証番号なんかをね、個人情報の特定するような住民票とかがありますんで、そういうのを入力していただくところもありますけども、大抵の方は通ります。金融事故を起こされた方でもほとんど通ってるというね、報告がありますし、自己破産された方でもこのみんなの銀行アプリにあるこのデビットカードを利用できるよっていうこともね、報告いただきますので、 99% の人は通るんじゃないですかね。クレジットカードができない方とか、デビットカードがね、いまいちちょっと作りにくいよって方も、このアプリによるバーチャルカードなら挑戦してもいいんじゃないかなと思います。しかも、このアプリダウンロードして紹介コードを入れた瞬間にあなたに1000円入ります。ね、得でしょ？プラスまだあるんですよ。自分がこのアプリをダウンロードして紹介コードを入れて1000円をゲットしたら、今度はね、自分自身の紹介コードができますので、その紹介コードをもとに、また同じようにね、お知り合いの方にアプリをダウンロードしていただいて紹介コードを入れていただくと、あなたに1000円そのたびに入るんで、最大で30万まで狙っていけるんですよね。これ良くないですか？毎日お知り合いの方にこのみんなの銀行というアプリをお知らせするだけで、一つの仕事事業になっちゃうということなんですよ。手始めにこの紹介コードを参考にですね、まずはアプリをダウンロードしていただいて、プロフィール欄からこの紹介コードとあなたのお名前とか免許証番号などを入れていただいて、プロフィールを完成させてください。作業は5分くらいでできると思います。その瞬間、あなたに1000円入りますのでね。私もね、今日までに、10万円くらいいただいております。毎日1000円、2000円と入ってくるんで、ワクワクしますね。ということで本日はみんなの銀行のお知らせ、がてらに、クレジットカードが作れない方のデビットカード、このバーチャルカードのお知らせをさせていただきました。ありがとうございました。